ください。はじめに演習構成についてご説明いたします。演習は前段後段の2部構成で行います。前段では陸上自衛隊の主要装備などを紹介した後、空挺部隊による空挺効果をご覧いただきます。後段では陸上、海上、航空自衛隊が行う統合における作戦により、我が国の島嶼部に侵攻する敵部隊を洋上および内陸部において撃破するというシナリオで、各職種部隊が共同して行う陸上戦闘の様子をご覧いただきます。続きまして、本日使用する演習場地域についてご説明いたします。大型スクリーンの説明図も合わせてご覧ください。富士山の方向、距離およそ3000メートル、白い煙が上がっている山一帯が二段山、黄色い煙が上がっている山一帯が三段山で、六花火砲などの目標地域です。二段山および三段山の手前、距離およそ1000メートルから1800メートル、左から順に数字の2から6で表示している台を、それぞれ2の台、6の台などと呼び、戦車砲、機関砲などの目標地域です。その手前、距離およそ800メートル、4の台と5の台との間にあるオレンジ色の標識のある台がオレンジの台で、戦車砲、機関砲などの目標地域です。オレンジの台の手前、距離およそ400メートルから600メートル、青、赤、黒、黄、白に着色した標識のある台を、それぞれ青の台、赤の台などと呼び、機関銃などの目標地域です。左手をご覧ください。現在黄色い煙が上がっている台が左の台、右手、同じく黄色い煙が上がっている台が右の台で、対戦車誘導弾などの発射地域です。道路については青の台と赤の台の間を走る道路を A 道、赤の台と黒の台の間を走る道路を B 道と呼び、それぞれアルファベットで表示しています。なお、大型スクリーンでは千里眼と呼ばれる高感度高性能カメラにより撮影した弾着の様子などを放映しますので、そちらも合わせてご覧ください。以上で全般説明および演習場地域の説明を終わります。続きまして、演習間における注意事項などについてご説明いたします。演習間、車両などに赤旗を表示しますが、これは火砲、戦車などがこの後射撃をする合図となります。射撃の際には大変大きな音がいたしますので、ご注意ください。またヘリコプターの接近によって小石などが飛んでくる恐れがありますので、ハンカチなどで顔を覆うなどの対処をしていただきますようお願いいたします。会場前の広場は大変危険です。演習官は前方のロープより前には絶対に出ないでください。ただいまから前段演習を開始します。大型スクリーンをご覧ください。前段演習においては陸上自衛隊の火力を主要装備ごとに遠距離、中距離、近距離火力、ヘリコプター火力、対空火力、および戦車火力に分けて紹介した後、
空挺部隊による空挺効果をご覧いただきます。はじめに陸上自衛隊の遠距離火力である特化火力についてご覧いただきます。右手から特化部隊が侵入してきました。まず指揮官車が先行して侵入し、誘導員が射撃位置に火砲を誘導します。特化部隊とは火砲とロケットおよびミサイルを装備する部隊で、主に敵の地上部隊に対する主要な火力として、敵の上陸部隊、集結部隊、砲兵部隊などに対する火力の使用や、敵方の通過部隊、戦車部隊の戦闘を容認するための火力支援を行います。特化部隊は広い地域に展開し、火力を集中して敵部隊や施設などを一瞬のうちに制圧することができます。陣地侵入の様子をご覧ください。最後に侵入してきた2門の火砲は、各火砲との射撃準備に要する時間の違いを確認していただくため、あえて遅れて陣地に侵入しました。はじめに現在広場に展開している各火砲についてご説明します。向かって左側の黄色で表示された火砲は155mm 榴弾砲FH70 で、陸上自衛隊の主力火砲です。その右側の青で表示された火砲は 203mm 自走榴弾砲で、陸上自衛隊が装備する最大口径の火砲です。これら2種類の火砲は、仮に現在地から射撃しますと熱海市付近まで射撃をすることができます。最後に侵入してきた火砲は救急式自走 155mm 榴弾砲です。この火砲は事故位置の標定、照準、弾薬の装填などが自動化されており、速やかに射撃準備を行うことができます。仮に現在地から射撃しますと伊豆半島の伊東市付近まで射撃をすることができます。自走15流合力者4発、方位角5505、射角264、4回連続停車。それでは救急式自走 155mm 榴弾砲による地表面で破裂する着圧射撃をご覧いただきます。なお一番右側の火砲は車体を目標に対して真横に向けたままの状態で、にも同時に射撃します。目標は三段山中央です。ランチャー今
FH70 による射撃をご覧いただきます。特化部隊は通常5門の火砲を基準とする中隊もしくは10門の火砲を基準とする大隊単位で射撃を行います。はじめに5門の火砲による中隊の射撃を行います。
155mm 榴弾砲 FH70 は本来ですと車両により牽引して移動しますが、今回は短い距離での陣地変換の例として自力走行による移動をご覧いただきます。陣地変換の様子をご覧ください。
もな、あれどこ、それまたどこ一緒だ、ランチャーします。あっちだ、やっぱり。あ、そうなんだよ。二段ランチャーします。砲部隊は速やかに砲を撤収し、陣地変換を行います。2種類の迫撃砲詳細により陣地変換容量の違いをご覧ください。出入りするときはですね、半券が必要なんです。実際ないものですから、名前を出してください。総務部学生課の渡辺。81ミリ迫撃砲は砲を3つの主要部分に分解してトレーラーに積載しています。120ミリ迫撃砲は砲を車両で牽引するための準備をしています。続いて対戦車部隊による対戦車誘導弾の射撃をご覧いただきます。対戦車部隊は対戦車火力を発揮して主に敵の戦車を撃破します。ただいま広場に侵入してきたのが誘導弾の発射装置を車両に搭載した対戦車部隊です。はじめに侵入してきた青で表示されているのが87式対戦車誘導弾で、目標にレーザーを照射することによりミサイルを誘導します。次に侵入してきた白で表示された車両が96式多目的誘導弾システムです。左側の車両が地上誘導装置、右側の車両が発射装置です。この誘導弾はテレビ画像によりミサイルを誘導し、目標手前で一旦上昇した後、戦車上部の装甲の薄い部分に命中させるミサイルです。左の台をご覧ください。ただいま左の台で射撃準備をしているのは89式装甲戦闘車です。89式装甲戦闘車は79式対襲艇対戦車誘導弾を搭載しており、赤外線を利用して有線でミサイルを誘導します。それでは89式装甲戦闘車による79式対襲艇対戦車誘導弾の射撃をご覧いただきます。目標は三段山下、黄色い煙が上がった位置にある標的です。両手誘導弾発射機右三段山下三者続いて87式対戦車誘導弾および96式多目的誘導弾を射撃します。これらの火器は後方への爆風が大きく、会場広場での射撃は大変危険ですので、あらかじめ右の台に設置したミサイルで射撃します。それでは87式対戦車誘導弾の射撃を行います。右の台をご覧ください。黄色い煙が上がった位置から発射します。目標は6の台左、白い煙が上がった場所にある赤い標的です。87式対戦車誘導弾6の台左、戦車続いて96式多目的誘
誘導弾の射撃ですが、本日は実弾射撃を行いませんので、射撃の様子を大型スクリーンのビデオ映像でご覧ください。あれだ、山口市山口誘導弾左山下弊社です。おー、すごい。種類の方法によるミサイル誘導が可能です。また1台の発射装置には6発の誘導弾が搭載可能であり、連続して複数の目標に射撃をした後、速やかに陣地を変換して敵の攻撃を避けることができます。本日は赤外線画像による誘導方式で2発の連続射撃を行います。左の台をご覧ください。黄色い煙が上がった位置から発射します。目標は二段山の右下にある白枠の2つの標的です。短時間に連続で発射されますので、見逃さないようご注意ください。運動標的目標は下回ると下回です。よし、下回る。爆発します。
低走行機動車の車上から丸一式携帯戦車誘導弾を射撃します。丸一式携帯戦車誘導弾は打ち放し式で、ミサイルが自動的に目標を追尾して命中するため、発射後直ちにその場から移動することが可能です。また射撃にはおおむね水平に飛翔する低進弾道モードと、目標を上空から追尾するライブモードの2種類の飛翔モードがあります。それでは射撃をご覧いただきます。はじめに右側の車両から近距離目標に対して低進弾道モードによる射撃を行います。目標は赤の台と黒の台の中間、黄色い煙が上がった場所にある水色の標的です。丸一式携帯戦車誘導は黒の台より戦車が赤、低進弾道しまえ。次に左側の車両から遠距離目標に対してライブモードによる射撃を行います。目標は3の台と4の台の中間、黄色い煙が上がった場所にある水色の標的です。丸一式携帯戦車誘導弾3の台に戦車線ライブ支援。次に対人狙撃銃の射撃をご覧いただきます。ただいま観覧席前で隊員が所持している火器が対人狙撃銃です。対人狙撃銃は狙撃手、観測手の2名が1組となり、遠距離の人員などに対する精密な射撃が可能ですが、さまざまな気象の影響を受けやすいため、狙撃には高い射撃技術が求められます。通常の小銃射撃は200メートルから300メートルの距離で行いますが、本日ご覧いただく狙撃は500メートルの距離で行います。本来ですと狙撃は隠れた場所から行いますが、本日は皆様にご覧いただけますよう会場広場右側の稜線から射撃します。なお大型スクリーンに射撃および標的の様子を放映しますので、そちらも合わせてご確認ください。それでは射撃をご覧いただきます。目標は黄色の台の車両に乗車している窓の中の人員をかたどった標的です。はじめに左側の標的、続いて右側の標的を射撃します。ここね、そこにいる人か、あの青敵発見、こんにちは、前方黄色のライン、車両で停車中の敵、先頭車、指令、指令、命中、続いて2両目、指令、指令、どこである、続いて、指令、音と停止してるやつ。続いて、停止、命中、直ちに避難、あっちの、他の駅に行ってるでしょ、分かってくる、赤い帽子とかの、あそこから、うん、あっちのなんか、黄色い、ああ、あっこか、あそこの、あれには全然音聞こえねえよ、だって狙撃銃だ、うん、右手をご覧ください。84ミリ無反動砲および個人携帯対戦車弾を射撃する小銃小隊が高機動車で侵入してきました。小隊は右稜線の前方に射撃陣地を占領し、射撃準備を行います。ただいま広場に侵入しているのが96式装輪装甲車です。16式装輪装甲車は機動性、
総合防護力に優れ、車種、操縦士を含む10名が乗車でき、12.7mm 重機関銃、または96式 40mm 機動的弾銃を搭載できます。また、96式走輪装甲車は、放射能汚染地域や化学剤汚染地域においても行動することが可能なため、原子力災害対処行動において有効に活用することができます。はじめに左側の2両が9力式 40mm 自動的弾銃を射撃します。9力式 40mm 自動的弾銃は車上および車内からの射撃により近距離における敵歩兵や軽装甲車両などを瞬間的に制圧撃破することができます。それでは射撃をご覧いただきます。目標は赤の台にある敵歩兵に見立てた黄色い風船です。42分間連邦アルバイトメーです。はい、インターン、うまい。続いて右側の2両が 12.7mm 重機関銃を射撃します。目標は赤の台です。重機関銃、連邦アルバイト名は、はい、すいません、どうも。九六式走輪装甲車は離圧装置により開閉できる大きな後部ドアにより迅速な下車戦闘が可能です。下車した小銃小隊は展開した後射撃準備を行います。それでは下車した小銃小隊が小銃および機関銃を射撃します。目標は赤の台手前です。総動員連邦の台です。はい、青風船、次にバルロック式小銃的弾を射撃します。ただいま観覧席前で黄色い腕章をつけた隊員が所持している火器が太刀球式小銃で、その先端に装着されているのがバルロック式小銃的弾です。小銃的弾は主に近距離戦闘において敵歩兵を制圧するために使用します。それでは射撃をご覧いただきます。目標は赤の台手前にある敵歩兵に見立てた青い風船です。ただいま発射された敵弾はおよそ10秒後に着弾した後に破裂します。続いて 84mm 無反動砲および個人携帯対戦車弾を射撃します。ただいま観覧席前で青い腕章をつけた隊員が構えている火器が 84mm 無反動砲、赤い腕章をつけた隊員が構えている火器が個人携帯対戦車弾です。 84mm 無反動砲は主に対戦車火器として使用しますが、目的に応じて対戦車用、対人用、
発煙用、夜間の照明用の4種類の弾薬を射撃することができます。個人携帯対戦車弾は操作性に優れており、主に近距離における対戦車火器として射撃するほか、コンクリート製の構築物などに対しても使用することができます。それでは射撃をご覧いただきます。会場広場右側の赤い旗が振られている位置から射撃します。目標は黒の台です。Thank you.
30ミリ機関砲、対戦車ミサイル。
本当にびっくりして今シャッターもゼロになって今第4式戦車は抑圧式点火装置により各種地形に応じて自由に姿勢を変えることが可能です。このため坂道などの斜面においても常に安定した状態で射撃することができます。目標は6の台左、5の台、および5の台左です。大きな音がします。ご注意ください。
速やかに交代しながら射撃をする交代行進射撃をご覧いただきます。左手をご覧ください。2両の日の丸式戦車が敵情確認のため侵入してきました。これらの戦車が確認した敵の情報を鉄道アクシステムによる後続の戦車に伝えます。
続いて自動車効果をご覧いただきます。 CH47 から空挺隊員が連続して降下します。この降下要領は空挺隊員が航空機から飛び出すとおよそ4秒で自動的に落下傘を開き、低空から一度に多くの隊員が連続して降下するものです。本来ですと多数の隊員が広大な地域に連続して降下するものですが、本日は降下地域の制約上6名の隊員が降下します。今自由降下した空挺隊員10名が全員無事に着地しました。空挺隊員は通常着地した後速やかにリープの遂行に当たりますが、本日は降下開始から着地までの一連の降下要領をご覧いただきました。以上で前段演習を終了します。後段演習は11時30分開始の予定です。ただいまから講談演習を開始します。大型スクリーンをご覧ください。講談演習では陸上、海上、航空自衛隊の3自衛隊が連携して我が国の島嶼部に侵攻する敵部隊に対し攻撃する場面および富士共同団が総合戦闘力を最大限に発揮して我が国に上陸し要点を確保した敵部隊に対し攻撃する場面をご覧いただきます。はじめに本日行う統合における作戦のシナリオについてご説明します。大型スクリーンをご覧ください。ここでは我が国の島嶼部の占領を基とする敵が海上から侵攻する場面を想定しています。まず陸上、海上、航空の統合における作戦により海上から侵攻する敵艦船を撃破する場面を展示します。今回の展示は通常であれば洋上での戦闘行動となりますが、演習上の制約のため
広場での展示と大型スクリーンでその様子を放映しますことをあらかじめご了承ください。それでは陸上、海上、航空自衛隊が行う統合における作戦から状況を開始します。なお戦車が射撃をする際大変大きな音がしますのでご注意ください。状況を開始。続いて航空自衛隊の F2 戦闘機が海上自衛隊の B3C などから得た情報に基づき出動します。 F2 戦闘機は日米共同開発によって完成した国産の戦闘機で、上陸した敵部隊に対する対地攻撃のほかに敵の艦船に対する対艦攻撃や敵戦闘機との空中戦を行うことが可能です。左手上空をご覧ください。F2 戦闘機が洋上の敵艦船の撃破に向かいます。
左手上空をご覧ください。大変小さく確認しづらいですが、左前方距離およそ 2000m 付近の上空で黒く見えているのが FFRS です。現在大型スクリーンでは上空の飛行中の FFRS の様子を放映しています。
攻撃を容易にするため、地形上の要点や色のない一帯に対しゲリラ攻撃を行います。
ヘリボン部隊第1波の援護のもと、膠着したヘリボン部隊主力が攻撃前進します。無事共同団は A の B の沿いに攻撃、
3台馬をダッシュして遠目の敵を撃破する。敵情報告を受けた富士共同団長は攻撃命令を下達しました。攻撃開始に先立ち、攻撃前進を容易にするため、味方の前進を妨害する敵に対して火力戦闘部隊が防爆火力などにより敵の戦力を低下させます。この際、状況により海上自衛隊の艦艇による艦砲射撃により射程距離内の敵部隊を攻撃します。まず先ほどの偵察活動によって判明した敵に対し、 OH-1 による空中観測のもと特化艦砲120ミリ迫撃砲および海上自衛隊の艦艇による艦砲射撃が2段山および3段山を81ミリ迫撃砲が2の台に対し攻撃準備射撃を行います。こちら AOP 観測準備完了。こちら特化攻撃準備射撃初段発射。初段弾着5秒前弾着今攻撃準備射撃開始。続いて攻撃を射撃支援するため第4式戦車部隊および対戦車部隊が射撃陣地を占領します。障害処理援護射撃が始まりました。広い地域を覆い隠す発電
式戦車小隊が装甲戦闘車か小銃小隊の陣地変換を援護するため3の台および5の台に現れた敵に対して射撃します。
まして平成24年度富士総合火力演習を終了いたします。装備品展示、お帰りのバスの案内放送は後ほどいたしますので、今しばらくお待ちください。